ルムンタフィキーは、イラクの政治家、副大統領や財務、石油省、首相を歴任した。シーア派の有力政党、イラクイスラム革命最高評議会に所属していた。バグダードに生まれる。父はシーア派の聖職者で、イラク王国の大臣を務めた。イエズス会系の名門高校、バグダードカレッジを卒業後、エコノミストとなったが、1969年に、 フランスに亡命。フランスのシンクタンクに勤務する傍ら、フランス語やアラビア語の雑誌を編集した。1970年代、アブドゥルマフディは、イラク共産党の最高幹部となった。これより、先の1967年に、イラク共産党は、1958年に成立した、軍事政権への姿勢をめぐって、より協調的な中央委員会派と、一切の妥協を拒む、 中核派とに分裂していた。アブドゥルマフリーは中核派に入り、その勢力が衰える1980年代初めまで活動を続けた。その後はイランイスラム思想に影響され、ルーホンラーホメーニーがイラン国内で共産主義者やリベラルな反対勢力を移掃するとイスラム主義者に転向した。中核派内の自らのグループにイラン人を引き入れ、 マルクス主義者としての過去を捨て去り、フランスでホメーニの思想を宣伝することに時間を費やした。1982年にテヘランで設立された亡命政党のイラクイスラム革命最高評議会にも加わった。暫定政権で副大統領を務めていた2006年には、現職のイブラーヒーム・アル・ジャーファリの対立候補として、統一イラク連合から首相に立候補したが、 わずか一票差で落選した。その後も、アブドゥルマフディは有力な首相候補と見られていたが、次回の首相選で、ウイヤが候補に推薦したのは、ヌーリー・マーリキーであった。アブドゥルマフディは副大統領に再選され、2011年5月31日まで在任した。2007年2月26日、アブドゥルマフディは暗殺未遂に遭遇した。 アブドゥルマフリ自身は何を逃れたものの、この時10人が死亡した。これ以前にも暗殺未遂の対象には二度なったことがある。また、2009年にはボディーガードがバグダードの銀行で強盗傷害事件を起こした。2013年7月には副大統領としての退職年金を放棄することを表明した。2018年10月2日、大統領のバルファム・サリフから、 次期首相に指名され、新政権発足まで30日間の猶予を与えられた。10月25日、総選挙から5ヶ月余り後に、アブドゥルマフリーは首相に就任した。2019年4月には、ベルリンで、ドイツ首相のアンゲラ・メルケルと会談し、シーメンス社と共同で、イラクの電力インフラを回収する事業に140億ドルを投じる計画を発表した。メルケルも、 両国の経済、安全保障協力の強化と、イラクの復興への努力をドイツが支援することを約束した。同年10月上旬により、反政府デモが発生し、400人以上の死者、1万5000人もの負傷者が出たためアブドゥルマフディは、批判に立たされる。11月29日、同国におけるイスラム教シーア派の最高権威、 アリース・スイースターにー氏が定例の説教で内閣の入れ替えを要求したことを受け、アブドゥル・マフリーは首相を辞任する意向を表明。12月1日、イラク議会はアブドゥル・マフリーの辞任を承認し、次期首相が選出されるまでは暫定的に首相を務める。2020年5月7日に首相を退任。ありがとうございます。